皆さん、ハガセブンの部屋へようこそ。今日のゲストは、アームレスラーの近藤さんと福島さんでございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日は代官山にありますとってもおしゃれなカフェに来ております。こんな格好なもんで、みたいな何こいつみたいな顔で見られてしまうのが少々あれなんですけども、まあ、今日は3人で仲良く、まあ、雑談ということで撮っていこうと思うんですけど、この前に動画も撮ってて、まあ、その動画の様子はですね、まあ、近藤さんのチャンネルにアップされているので、そちらをチェックしていただければなと思います。まあ、ちょっと話それるんですけど、すごい勢いで伸びてますね、チャンネルが。まだ1本2本しか出してないのに、ユーロ3000人は3000人超えて、僕もチェックしたんですけど、すげえなんか僕の体が映えてて、トークもそうなんですけど、ライティングが良くてすごい。ものすごい、まあ実際大きいですけど、太ももがすごい太ももすごいですね。すごい嬉しかったです。撮ってくれてありがとうございました。ということで、まあ、今日はね、雑談なんですけど、はい、いろんな人ともコラボされて、大体もう引き出されちゃってるとは思うんですけど、まあ、僕もちょっといろんなこと聞いてみたいなと思います。はい、ということで、ちょっとアングルを変えて今やっております。じゃあまず最初の質問で、近藤さん、日本ではもうほぼ敵なしと。いや、そんなことないんですよ。あんまり言わないでください。ああ、さすが。まあ、まあ、日本で、まあ、トップレベルで活躍されてると、はい、で、まあ、世界でも、まあ、トップレベルで。世界は、まあ、そうですよね。そうですね。ということで、こんな近藤さんなんですけども、アームレスリングを始めたきっかけとかあるんですか？あ、始めたきっかけ。はい。腕相撲普通に、自分がまあ小学生の頃、はいはい、学校の机でやるじゃないですか。やりますね。それです。それ。それ。やっぱ、いやいやいや、そうですよ。いや、そうですよね。そう、いや、僕も、いや、そりゃそうですよ。そう、ちっちゃい子って、大体なんか、喧嘩か腕相撲でなんか、力量を比べたがるじゃないですか。そうですね。お前なんか、こんだけ筋肉あったら、喧嘩売られないっしょ、みたいな。ありますよね。腕相撲されても負けないでしょみたいな、はい、男の子は誰しもがそういう喧嘩だ、まあ、強さだったり、はい、まあ、腕相撲腕っぷしの力ですね、いうのに憧れるもんですよね。そうですよ。なんか近くに道場とかあったんですか？道場アームレスリング。そうではなくて、小学校の時に腕相撲で勝てた友達に、はいはい、中学に上がって、まあ、1年ぐらい疎遠になって会わなかったんですよ。で、まあ、久々に会って腕相撲をやったら負けたんですよ。負けたんですか？はい、それで鉄アレイを買いまして、そこから自分の筋トレが始まりました。重さが変えられないタイプの、ま、まあ、鉄アレイ球体みたいな、はい、40年前の話30年前の話35年ぐらい前の話です、で、それをやってるうちに中2の時に大技トップっていうシルベスタスタローンが出なかったんですか？アームレスリング。そうね。はい。あ、知ってます。そこからですね。毎日その映画見てから腕相撲やるよ。で、まず中学で一番強い。学校で。学校で。で、高校入っても強そうな人とみんなやって、まあ、全員倒して。で、教習所行っても。教習所。やっぱそういうとこですよね。ちょっとネジ外れてますよね。レスリングでインターハイ優勝したような方として、でもう勝てたんで、はい、俺強いなって思ったんですけど、でもそのアームレスリングの大会が日本であるって知らずにずっとまあ筋トレやってたんです。どんなのやつなんですか？普通にベンチプレスだったんですよ。あ、最初はあの一番最初にやった時が体重55キロで、ベンチプレス初めてやった時55キロを8回の限界だったんですけど、それがこう2レース2の時で、バドミントン部の方が80キロあったんですよ、当時。すごいですね。で、それ選ばれて、腕相撲も俺より強いけど、ベンチはええなと。じゃあ、3ヶ月待っててくれって言って。3ヶ月待ってくれ、待っててくれって言ってやったんですよ。ベンチプレスのトレーニングこんな昼休み毎日。なんか、今はすごい紳士で、トリっていうか、してますけど、はい、なんか、昔はなんか結構闘争心溢れて。待っとけやみたいな。全然違いますね、はい、昔は。昔と今。そうなんですよ。で、110キロ上がったんですよ。3ヶ月で。3ヶ月で。早いですね。はい、それで今度はベンチが好きになっちゃって。も今もベンチも強いですもんね。ナローで170キロ。はい、まあ普通に開いたり175とか、はい。あんまり変わんないですよね。70キロだ、体重。はい、180キロ近く上げるって相当強いですよ。しかもそんなフォームとかあんま気にされない感じですもんね。しかもベンチ、自分足置くタイプなんですよ。揃える感じだ。揃える感じ。まあ、上げるとき開くんですけど。最初から開いてくれ。ア
アームとベンチプレス、アームベンチプレスみたいな感じで、そのベンチプレスを続けたくて近くのフィットネスジムに行ったんですね。そしたらそのトレーナーの方に、そんなにベンチプレス強いんなら栃木県大会出てみたらって言われて、その時に初めて栃木県大会に出ました。なるほど。でその時は初めてのアームレスリングの大会、生まれて初めて見てあまりにもその高いんで、その非常置く位置が、はい、全然このテーブルでやる腕相撲とは全く勝手が違って、やりづらいなんて思ってなくて、何もやってない状態で、見たこともない状態で初めて行ったんです。そうなんですよ。で、なんとか決勝行けたんですよ。すごい。そういうところですよね。はい、近藤さん持ってますそういうところ。スタートの練習とかも全然してないで、ドントムーブでゴーってこうドーンって持ってかれるわけですよ。いつものその友達とやってたのはせーのみたいな、せーの、うん、はいみたいな感じだったのが、試合出たらいきなりバッてやられるんで、なんとかでもこれに止まってたよ。そこから全部やってるやっぱもう土台じゃないですけど、なんか持ってるものを感じますよね。で決勝では瞬殺されて、いやでも何もしてないのに決勝行って、はいはい、すごいじゃないですか、はい、ちょっと強引に話変えちゃうんですけど、どうぞ。そのさっき買ったんですけど、はい、腕相撲とアームの違い教えてもらいたいなと思ったんですけど、はい、多分世間一般的にはなんか腕相撲を英語にしたらアームレスリングなんでしょみたいな系の認識だと思うんですよね、はい、その差とかあれば。そのまあ、ルールがまず細かくありますね、アームレスリングは。腕相撲なんか肘動かしてやるやついるじゃないですか。そんでなんか、勝ったみたいな言われて、ああ俺測り強いみたいな、やってる後輩がいたんですよ、僕も、はい、いやいや、お前肘動かしたろって、腕相撲どうやったら強くなれるのって聞いたら、いや肘動かせばいいんだよって、そういう話なんだって感じなの覚えてるんですけど、まあ、アームレスリングはのエルボーパッドがありまして、ありますね、まあ、その中で動く分に OK なんですよ。浮いちゃダメなんですよ。あと落ちたりしたら、ワンパール動かすのは OK です、問題。腕相撲はまあこういうテーブルでやる腕相撲ですよね。そのやる二方でルール決めてやった方がいいんじゃないかなと思います。そうですよね。うん、まあそんな、それこそせーのですよね。せーのですよね。肘多少動く方が何でしょう。それが手の甲がここについたわけなのか、この拳がついたわけなのか。ありますね。あります。一生粘ってるぜみたいな。そう、ずっとここで。その辺のルールも、アームレスリングはもうこのぐらいの高さでもパッとなりますから、そこで勝敗つきやすいんですけど。細かくルールが決まってるっていうのが明確な差なんですね。はい、あとは、スタンディングでやるという。立ってやりますね。腕相撲は基本的に座ってないですから。そうですね、まあ、あぐらだったり寝そべってこう寝そべってやったりとか、ある意味使う筋肉ちょっと違うかもしれないですね。意外とアームレスラーの強い方がテーブルでやると弱かったりするんですよ。アームレスリングの競技台での力はこういう普通のテーブルでは発揮できないんですね。逃げる方もないし、ないし、その高さも自分のポジショニングが違うんで、あのベンチプレスと同じです。1ミリでもポイントずれたらマックスって上がらないじゃないですか。そうしていますよね。ますね。そんな感じでアームレスリング細かい感覚でやってる方も多いと思うんで、少しもずれると力発揮できない場合もあります。ちなみになんですけど、近藤さんが今までの競技人生の中でこの人には勝てねえ、叶わないなって思った人っていますか？日本人でですか？じゃあ日本人で知れば、まあ、いっぱいいますね。そう言っちゃったらいっぱいすごいいますよ。最強っていうしかないし、ちょっとトラウマになってるから、全然自分より強い人はもういっぱいいますよ。びっくりすると思いますね。そうですか。多分自分が両手でやっても勝てない人はいっぱいいると思います。日本人ですか？日本人でもいますね。近藤さんが両手か、なんか想像できないのに、やっぱりいるんですね。いますね。その人は体大きいんですか？まあ、大きい。100ちょいなんで、100ちょいでその強さはすごいですよ。もう世界で通用してる強さ。じゃあ競技に関することはまあこれぐらいにしといて、はい、なんかな、みんなあれじゃないですか、質問攻めだから、もう他の動画で上がってるような質問とかすごいあると思うんですよ。無理やり考えたんですけど、無理やり考えた。近藤さん筋肉すごいし、すごいダンディーで紳士で、ヒゲも生えてて、生やしてるわけだから、ピアスもされてて、起用時間すごいじゃないですか。ゲイの方に持ったりするのかなって。ああ、面白いですよ。パーソナルトレーナー一応してるじゃないですか。ずっとゲイだと思ってたって言われます。思われてた。自分が思われてますね。あの聞いていいって言われます。お客さんですか？お客さんに。お客さんにちょっとおっしゃって。本当のこと言っていいのよ。私は大丈夫だから。私は大丈夫だから。女性です。びっくりしないから。そう、はい、まあ、よくある考え方、びっくりしないからって、絶対びっくりするから。そうなのみたいな。で、それ聞かれたんで、他のお客さんもそう思われてるのかなと思って。
結婚されてますよね。そうなんですよ。なんかすごい話しててなんか目が漫画で描いてあるこういう目になるんですけど、もうコリーみたい なんかこういう感じの目になるんです。遠藤さんってそういう顔なんですね。そう、目がすごい漫画で描いたかのようなねなるんですけど、いやなんか遠藤さん優しいなと思ってこれはなんか聞かれる人もいるんじゃないかなって思ってっていう浅はかな質問だったんですけど、そういう方が、まあ、聞いてくる方がいたと思います、ね。はい、なるほど。でも結婚されてるし、はい、お子さんもいらっしゃるし、ね、はい、っていう浅はかな質問でした。こんな感じかな。はい、ということで今日のお客様はアームレスラーの近藤さんと、はい、福島さんでした。今日は大観山からお送りいたしました。また次回の博士部の部屋もよろしくお願いいたしますということで、概要欄に近藤さんの YouTube チャンネル、動画2本上げただけでもう3000人超えて、今ものすごい、しかも昨日上げた動画とか1万2万回再生されてるんで、ものすごい勢いあるんで、ぜひ近藤さんのチャンネルも登録と高評価ボタン、コメントをしてください。じゃあ最後近藤さんお願いします、はい。何ですか何ですか閉めて閉めて半分の半分の閉めるんですか。僕さっき近藤さんのチャンネルで閉めたけど、はい、なんて言うんでしたっけそのまんま、はい、ということで今日は高評価ボタンよろしくお願いします。ということでありがとうございます。バイバイ。